次です。今度ですね、ドラゴンゲートの、8.11 ですね、大阪ですね、の答え合わせの方をやっていこうかなと思いますね。はい、まず第1試合、影虎マリア、ウィリーマック、対 KG パンチ、ヤッシーと。戦争は11分27秒、ウィリー・マックがね、ビッグタンプで、ヤッシーから取ると予想したんですが、13分29秒、ウィリー・マックのビッグタンプで、パンチ富永が取るという予想ですね。これで無傷の5連勝、6連勝それぐらいですかね。ウィリー・マックどうなるんだっていうぐらいすごいですね。いつまでいてくれるんやろうな。それもすごい楽しみやけどね。はい。ユニットとか関係なしで普通にすごい選手来たな。第2試合、ガンマ対神田。7分21秒、神田が流通で、ガンマから取ると予想したんですが、8分14秒、ガンマが反則勝ちと。神田から反則勝ちですね。この反則はアンチアス乱入での反則となってしまいましたね。で、第2試合でまず、ちょっと事件が起きましたね。軽い。試合前に、神田アンチアスですよね。で、神田がこう入ってきて、リングイン。で、次、清水が入ろうとしたんですよ、リングイン。そしたら、まさかのつまずいでこけるという。これは、アホやろっていう。今までやったらアホやろーで済むんですけど、ヒールですからね。立場がちょっと違いますけど。はい。で、それでの、ミスはないかなっていう、どんだけ緊張しとんねんみたいなね、感じにありますけどね。はい。そんなこともありましたよという感じですね。で、第3試合が藤井最良組対キッド石田。11分29秒、石田が丸め込みで最良から取るという予想だったんですが、12分1秒、最良がダブルクロスで石田から取ったと。でも石田すごいですね。本当に絶好調。見とってね、すごい楽しみになる選手ですよね。はい。ここからどんどん行ってほしいんですけどね。あともうちょっとっていうところで採用に負けちゃったね。残念かなと、それはね、思いますけどもね。はい。で、第4試合、望月対俊。8分11秒で望月がね、最強ハイキックで俊から取ると予想したんですが、10分35秒、望月が三角蹴りで俊から決めると。これは安定っちゃ安定ですけど、旬の凄さが分かりましたね。これに関してはね。なので、望月がね、やっぱり、レベルが違うところを見せたという感じですかね。はい。でも旬にはもう一歩っていうところでやられちゃいましたね。というかね、今後として、旬はどうしていくやろうっていう感じですけどね。道場にいると思うんですけどね。で、第5試合、ヤマト春久対進む堀口。15分33秒でヤマトがギャラリアで堀口から取るという予想だったんですが、17分17秒ヤマトがギャラリアで堀口から取ったという感じですね。これは安定っちゃ安定っていう感じですね。で、ヤマトが結局、勝った後に挑戦するやつ出てこいよと。仙台でね、ビッグマッチで、ヤマトが頑張ったからこそビッグマッチができるっていう、そういう感じじゃないですか。なんで、それに対してヤマトが言ったんですが、誰も出てこないという結果になっちゃいましたね。でもね、博多大会で、まだこれとはちょっと若干、カード違うんですけど、ヤマトハルク対、堀口 KG の2人の戦いになるので、そこでもしかしたら出てくるんじゃないかなっていう予想になっちゃいますね。どうしてもね。はい。で、第6試合、吉野土井弁慶リー対高木栄対吉田清水。マキシマム対アンチアスの、対抗戦というかね、構想結果がガーッとなっている中での試合となっております。予想としては19分21秒、清水が砲丸投げスラムで、土井から取るという予想だったんですが、19分40秒、瑛太が拷問式トラースキックで、弁慶から取ったという感じですね。これはズバリ。この試合内容は別に至って悪くなかったですね。こんだけ豪華なメンツが揃ってれば、試合は全然良かった。ね、吉田対吉野の前哨戦も良かったというところにあるんですが、事件は試合後に起きました。はい。この事件はね、ですね、清水がマイクを持ったわけですよね。勝ったのはアンチアスですからね。で、普通ならばそこで、清水が、勝ったのはアンチアスだというセリフを言おうとしたんでしょうね。だったんですが、まさかの、勝ったのはマキシマムっていう風に言っちゃうという。この間違いに関しては、正直言ってフォローしようがないというか、これはもう 100-0 で清水悪いですよね。どう考えても。でも T ホークも、確かに今年の初め、アンチアスが出来立ての頃に、俺たちベルセルクって言っちゃった。これも結構なミスですよ。T ホークの。結構なミスなんですけど、でも、まだ、ベルセルクからアンチアスだったらまだ許せるところはあるじゃないですか。間違いでミスはミスなんですけどね。なのに対して清水、マキシマも裏切ってアンティアスに来て、で、さらに、まあ、ドラゴンゲートネットワークの方では、ね、アンティアス一発目の大事な試合やと。で、マイクを持たされたと。ね。その時にその間違いはありえないでしょって話ですよね。うん。まあ確かにね、ヤマトもね、何年か前にミレニアルズって言っちゃってたんですけど、俺たちミレニアルズって言ってたんですよね、その時は。でもその時はね、多分俺たちミレニアルズとか帰ってきたジミーズとかっていう、そういうユニットはなしにしようぜっていう話。まあ解散マッチとかがあったんだね。うん。って言おうとしてたのが、まあ順番、言い方のね、順番間違えたんだと思うんですよね。でも今回の清水に関してはもうありえないミス。本当にそれはないというミスをしてしまいましたね。はい。で、まあ、土井善のフォローしてもらってよかったなっていう感じですね。正直な話。特に土井にね、土井は結局すげえ優しいんやなという風になっちゃいますね。うん。あのフォローがあったからよかったんじゃないかなと、まあ、いう感じですよ、本当に。うん。だってね、高木、あれ多分結構、本音というか行動は、本性っていうかね、その、まあ、心の底から多分やったんでしょうね。うん。頭叩いて蹴るっていう。あのミスは本当にありえないなって思いましたね。はい。で、その後でね、せっかく土井がフォローしてくれたのに、なんかようわからん返して、ね。で、その後もさらに返しもなんかようわからんし、しかも噛むっていうね。一回ならまだしも、二回噛むっていう。ね。まあ、清水はもともと滑舌の方はね、決して良くない方だと思うんで、まあ、ある程度の目をつぶれるっちゃ目をつぶれるんですけど、さすがにマキシマムって言い間違えた、その次にそのミスはないやろっていう話ですよね。はい。なんでね、多分吉野も結構ガチでキレ取ったんちゃうかなっていう。でも吉野も吉野で優しさですよね。あれはあれで、これ以上ヘマして、まあ下げるなと。自分自身のね。っていうのだと思います。まあ吉野はすっげえ怒ってたと思いますね、あれは。うん。顔が結構本気だったんでね。で、まあ、その後に、高木に多分すっげえ怒られたやろうなっていう控え室でね、っていうのはありますけどね。なんでね、いや、清水、あのミスはないわっていう感じですね。もうフォローしきれないというか、なんだかんだ期待してたところがあったんですよね、清水には。僕はね、結構、なんやねんみたいな反対ね、意見が多い中で、僕はどちらかと言ったら、まあ頑張れよっていうかね、その、期待してたっていうかね、はい、うん、楽しみにしてたっていうかな、うん、どうなるんやろうっていう清水がね、ヒールになったら、っていうのがあって、たんですけど、これを見る限り、今回のミスを見る限り、ちょっと、なーっていう残念感がね、ありますね。その後に、アンチアス帰りまして、で、マキシマムだけになって、締めるのはマキシマムやと。で、吉野がね、最後締めたんですよ。だったんですが、ちょっと止めろと土井が言って、なんやねんってなったんですよね。そしたら、土井がいろいろと話して、で、その後に、なんと、大田区でドリームゲートに挑戦すると。これはなかなかすごいですよね。まあ、ミスター大田区という異名を取りましたからね、土井は。その異名を持って、常にドリームに挑戦するということなんで、まあ、ほぼ、土井善対決確定と。これ見たいね、本当にね。すっごい面白いんやろうなっていう土井善対決。久々ですからね、土井善対決、本当に。うん、ドリーム戦になったら特にでしょうね。もう5年ぶりぐらい。まあ、まだわかんないですけどね。吉田対吉の戦いは。それがまずありますから、まあ、9割ぐらいの確率で吉野が勝つんちゃうかなと思ってます。はい。ここで吉田がね、もし来た場合すごいびっくりしますけどね。なかなか、うわーってなります、正直なしね。うん。なんでまあ、ほぼ、土井善対決決定したんで、これはすごい楽しみやなーっていうのはありますね。はい。ということで、まあ今回この辺で終わりましたので、登録、高評価、よろしくお願いします。リクエストコメントとか、他にもね、まあ、なんですかね、清水のこのミスに関することとか、ね、について、多分皆さん本当に怒りを覚えてると思います、これに関してはね。はい。下手したら怒りを通り越したっていう人も何人かいるかもしれないですけどね。で、他それ以外にも土井善のドリーム対決。まあ僕自身は結構前から見たいって言ってたんで、すごい嬉しいんですけど、まあ結構簡単にというか、ね、まあ土井善対決が決まったわけじゃないですけど、仮にも土井善対決になった場合についてね、うん、こんな簡単に、決まっていいんかみたいなね、意見があったらよろしくお願いします。そういう意見とかあったらよろしくお願いします。ということで今回はこの辺で終わります。